ガスケチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。早速ですが、今日はどこまで行きましょうかね。今日は、1日目にも行った西門町に台北から歩いて今向かっている最中です。もう歩いて行けちゃうぐらいですからね。もうね、バリ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 、もう土地勘もバッチリですよ。いい感じなので、いい感じ。皆さん、何かおかしいと思った方いますか？何かおかしいことありますか？ちょっと人減ってないですか？なんかちょっと放送の声が寂しい感じありますね。どうしたんですかね。どうしたんですかね。なんか私ちょっと気温だと、昨日まで4人いたのかな。そうなんですよね。のチャンネル、なんかもうちょっとメンバーいたような気がしたんですけど、あれなんかおかしいな。私なんか、あれ、なんか市長みさこさんと伊達あずみさんに会った記憶があるの。どこを見ても日本人は私たちだけ。おそらくラブガールズの2人は現在ホテルにいます。はい、屍になっております。屍、はい、でございます。はい、というわけで本日、はい、慣れない手つきでカメラを回しております。1日目の朝はラストクエスチョン2人でお送りしたいと思います。みさみささん、画角大丈夫ですか？編集よろしくお願いします。お二人がいない中で我々だけで新規の場所に行くっていうのはちょっと忍びないこともあるし、ちょっと怖いところもある、怖いところもあるので、まあ、ちょっと1日目とかに行った場所にちらっと遊びに行きつつ、ね、ちょっと朝ごはんで軽くね、はい、何かしらこしらえていきたいと思います。ハマっております。じゃあ3日目も台湾楽しんでいきましょう。行きましょう。なんか駅っていうマークないの？電車って感じ。あ、でももう少し、あと次の通りが大通りっぽいよね。お、じゃあそこに行けば。月見さん、謎のモニュメントをツーショットしておきました。お、これはお宅が怒るぞ。つながりだ。さすがにちょっとまだ朝が微妙に早いので、ちょっとお店はそんなに開いてないとこも。そうですね。でも我々朝ごはんもちょっと食べたいから、なんかいい感じのものがあったらちょっと、カフェ、おしゃれなカフェにでも入ってるんで。そうですね。なんもないですね。なんもやってない。なんもやってないです。ただ涼しい道に来ました。日本でいうシャッター通りです。あっちだ。一番から出てビューっていくのが一番。一番ミスタードーナツ。ミスタードーナツ、ミスドか。日本に帰ったら涼しいってなるのかな。我々がいない時にこうなってる。嫌だな。ゲームセンター、ちょっとちっちゃい。なんかちょっと違う。これなんかあったかいっすよね。新品だけど、いるかもしれない。ブラックピカチュウいるよ。いらない。ブラックピカチュウ。あ、モモいいじゃん。すごい持ってる、持ってる。あと持ってる。めっちゃいるね。なんかお店、食べ物屋さんがやってないからさ、ね、食べれないよ、ご飯が。いや、さすがに気づくでしょ、そういうんだったら。まずどれ取るの？2番目かな。まだやる、1番目でもやる。絶対無理系でしょ、こんな。いや、これしか取れないやん。いや、これも無理そうだ。投げ飛ばされた。え、
モゴッチだね。モゴッチだね。モゴッチなんか取れるの？モゴッチもどきて。でも電池入ってる場所ある。マジで。じゃあマゴッチをゲットした。え、すごいボロボロ削れてる。かわいい。まだ言ってんだよな。お腹空いてんの。なんか美味しいもんないかね、軽く食べれる。うん、今電線何個目だろう。結構なんだ、冷気は動いてはいるが、冷気じゃない。そう、風が動いてるだけ。風です。さてガラガラですよ。なんか太鼓の立ち今だよ、奥の方。初めて音ゲー見た。え、広っ。あ、神神神神。え、もうずっとここにいるわ。ほんまや。さっき寄ったよね、でもね。うん、ほら、2階用冷蔵。2階用冷蔵のところ。あ、届くね。おー、なるほどね。やっていい？いいよ。さ、これ飯出てくるの疲れやん。ギリギリを狙ってくんじゃん。コロンコロンって来ないか。コロンコロンだね、これね。お店入って、ね、お店入って。マジで何も開いてない。みんな10時には開くの？10時に開いても通るんだよ。あと13分なんだよ。お土産屋さんしか開けねえわ。ダメだね。セブンだ。ね、結論セブン。シャケシャケいくら。朝ごはんです。ゲームセンターと朝ごはん食べに来たんですけど、お店がどこもやってないのでもうしょうがないのでコンビニご飯になりました。というわけで今からゲームセンターにいる月見ちゃんと合流したいと思います。台湾のあれはですね、コンビニ袋とかもらえないんですよね。確か手持ちですよ、バナナとおにぎり。さて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 、月見ちゃんはどこかな。月見ちゃん、あれいねえ。月見ちゃんはこっちの台湾のゲームセンターで見つけたゲンガーを取らないことには日本に帰れないということなので、そんな抑制を私はバナナを食べながら見守りたいと思います。違う、お目当てじゃないものが落ちたんですね。え、バナナだ。うん、それはずるい。食べたいもんなくてさ、やば。なんとゲンガー取れてたはずが不思議なやつ取れてます。違う、そっちじゃない。嘘でしょ、そんなことある。乱獲してんじゃん。マジか、後ろ狙ったら取れてたな。どういうこと。違うんだよな。お、あ、惜しい惜しい惜
しい。もう全部ちゃう。お目当てのもの以外はどんどん手に入るっていうこと。それな。マジそれな。なんで？違う。お前じゃない。でも無理じゃん。そうなのよ。さっきより安いでしょ。さっきよりいいよ多分。頼むよ。私ゲンガー持って帰りたいの。どうしても韓国産の、違う、台湾産のゲンガー欲しいの。さあ、私の取った獲物たち。わけのわからない、あ、ルフィンさんですね。デラックスフィギュアらしいです。はい。一番ブス取った。え、プロやん。なんで持ってるの。なんかめちゃめちゃが台湾はコンビニとかで売れないから、そちら持ってる。すごい。帰ります。夢